あるところにグラフマー様がおりました。彼は銀河中を暴れ回る究極無敵銀河最強男を見て、天界に住む伊達天と弁天に呼びかけました。あいつを止めないと大変なことになります。でもあなたたちは弱いから、弁天はお供の天使を鍛えなさい。伊達天には二人のお供を見つけておきました。三人一組となって究極無敵銀河最強男をやっつけるのです。二人はそれぞれのお供を連れて戦いに出かけました。Jump, jump, jump!
Zincha, cha, zincha, uya! Aha! Ha ha ha!
Thank you.
やったわね、伊達。俺たちにかかれば誰だろうが雑魚だぜ。そろそろ出発しないと奴を逃がします。そうでちゅ。よし、みんな行くぞ。Saikyou での私に歯向かうアホタレがいるという。まあいいか、いいな。ハハハWe'll be right back.
Thank you.
going, go! Thank you.
極銀河最強男なの？レイク、それは…最強男ね。でも、勝ったんですの。やったです。うおー！感動で涙が止まらんです。俺一人ならここまで来られなかっただろうな。そうね。みんなで力を合わせたからこそ勝てるの。これが愛の力でちゅ。愛。よし帰ろう。俺たちの故郷へ。お前たち、よくやったな。兄貴に一生ついていきやすぜ。苦しい戦いを乗り越え、究極無敵銀河最強男を倒した3人にはいつしか固い信頼関係が築かれていた。戦いの中でアドンとサムソンは2打点を
兄貴と呼ぶようになっていた。その声を聞くたび、伊達には二人のためにも良き兄貴であろうと日夜トレーニングに励むのであった。いつの日にかこの銀河に魔の手が迫ることがあるだろう。その時にも彼らがいればなんとかなるに違いない。きっと多分そうなんじゃないかな。7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. こんにちは、お昼のニュースです。警視庁の調べによりますと、100万円を騙し取った実物そっくりに作られた顔見知りだということで、農作物をいきなり包丁で刺したということです。地元では対策に頭を取り、心地よい汗を流して聞き込み捜査を進めています。自衛隊が買い物帰りの主婦に襲撃され爆破される事件も起きています。警察では犯行の動機についてさらに詳しく調べています。Hey!